エドワード・ハレット・カーは、イギリスの歴史家、政治学者、外交官。1892年、ロンドン生まれ。ケンブリッジ大学を卒業後、1916年から1936年まで、イギリス外務省に勤務。退職後、ウェールズ大学、アベリストイス校の国際関係論の学部長に就任。第二次世界大戦中は、イギリス情報省の職員及び、 タイムズ紙の記者として活動。戦後は、その真相的な立場が災いし、一時的に英国の学会とは距離を置く。ケンブリッジ大学トリニティカレッジの研究員として、学級生活に入った後は、もっぱら、ロシア革命史の研究をライフワークとする。危機の20年1939年に刊行した、危機の20年は、法律的、道義的アプローチが支配的であった。 国際関係論においてパワーの重要性を強調する現実主義の立場を説いた本として知られる。しかし同時に反リアリズム的主張もまた同書に存在しており本書の多様な側面を指摘する研究者もいる。一方で同書の影響力は国際関係論におけるカーイコール危機の20年という図式を生み出した。その結果カーが戦艦期から対戦中 50年代にかけて執筆した国際関係論に関する書籍、論文、新聞記事、レビュータイムズにおける記事にはあまり関心が持たれてこなかった。歴史とは何か、歴史とは何かで述べられた、歴史とは現在と過去との絶え間ない対話であるというフレーズは戦後日本の歴史学会でもたびたび引用提起されている。カーからコトバンクハットマイケル・コックスエド、EH カー。 エイクリティカルアプレイジル書集論文を参照山中瞳 EH カーと第二次世界大戦国際関係間の推移をめぐる位置考察国際関係学研究28号遠藤誠治危機の20年から国際秩序の再建へ EH カーの国際政治理論の再検討思想945号ありがとうございます